カップルサンダルで S17 欲しい、またも映画デート、摘発ネチズン、リアルデート。これは教え S17 が水曜日6月14日午前中に自身のインスタグラムにストーリーをアップロードした後に起こった。教え S17 はアップロードの中ですでによく知っている人物と一緒に自分自身を披露しました。同じキュートな白いサンダル靴を履いた星はアップロードした写真にもアハハという言葉を添えた。確かに星と一緒にいた人の顔は直接見ることはできなかったが、星はそれが誰であるかを包み隠さず語った。そう、彼は星と一緒にいるところをよくキャッチされているイケメン俳優スヒョクです。二人が親密さを示したのはこれが初めてではなく、それ以前にも一緒に時間を共有した。当時二人はただの友達だったのか、それともそれ以上の関係だったのか、さまざまな憶測が飛び交った。二人はIMF ディアグラムにお互いにアップロードしたストーリーを頻繁に共有しているため、奇妙な憶測を避けることはできません。今回二人は映画館で一緒に鑑賞して楽しい時間を過ごしていることが知られている。あるネチズンは星とスヒョクが映画館で会ったことさえ認めた。私たちはお互いを見つめて挨拶しましたと、あるネチズンは忘れられない瞬間を共有した。ネチズンが共有した写真にはスヒョクが映画のチケットを注文し、その後ろで星が待っている姿が写っている。写真のオープニングによって共有された後、キャラットはアイドルの瞬間が気に入ったようです。ネチズンはこの瞬間が恋人たちのデートムービーのように見えたという事実から逃れられませんでした。一方、ネチズンはスヒョクと星の身長差に焦点を当てることができず、兄が弟を車で見に行かせているようなものだと書いた。